いい感じで焼けてきてるね。よいしょ。おお、できてる。ご視聴ありがとうございます。どうも、抹茶スタイルです。今回はですね、このせんべい缶を使って、ちょっとね、一味違ったバーベキューコンロをね、作っていきます。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。21センチぐらいの、正方形ですね。高さはそうですね、10センチぐらいですね。簡単にですね、バーベキューとか焼肉を楽しむんであればですね、まあ蓋取って、炭を入れてですね、着火して、あとはまあこのね、ダイソーさんとかね、100均の、網で十分だと思います。ただね、今回は一味違います。まずはですね、炭を入れて、燃えやすくするためにですね、横にね、穴をね、空気口を開けていこうと思います。特にね、こだわりはないです。5センチ間隔ぐらいでいいんじゃないですかね。串をつけていきます、ね、このせんべい缶はですね、わりかし柔らかいので、まあ、ポンチでね、こう印をつけるときにベコってへこんじゃう可能性があるので、まあ気をつけてやってください。穴を開けていきますね。こんな感じですね。もうすでにへこみかけてますね。かなりね、ペラペラです。はい、気をつけて穴を開けてください。あとの3面もね、開けていきます。はい、各面に、空気穴がね、開きました。かなりちょっと汚くなりましたね。足をね、つけてやります。はい、これ M8 の棒ですね。はい、これを足にします。まあこの中にね、スタッキングしようと思いますので、20センチの4本用意します。20センチだからこの辺ですね。まあ少しはね、誤差ありますけれど、まあいいかな。M8 の木曜ワッシャーです。ちょうど角のところへね、置いてやって。この4箇所を開けていきます。ここは角だから大丈夫かな。よっ。ナットをはめて上から通してやります。木曜ワッシャーを、はい、このナットでね、固定してやります。まあこんな感じですね。で、手で締めると若干緩い感じがするんで、まあ一応この M8 のナットが、13ですね。13の穴に合うので、これでね、ちょっと締めておけばいいのかな。
足がねつきましたね。ちょっとねグラグラしてますけれど足ができました。でこれによって下が焼けることがないですね。ここまでなら、せんべい缶でよく見るバーベキューコンロですね。はい、まあ、別にこの足を立てなくてもよかったね。あのブロックを置いたりとかするのもありですし、はい、ただね今回これからまたね変わったことに変化していきます。これもね利用してやりますよ。裏返してこの木曜ワッシャーが通るようにね穴を開けていきます。こんな感じでね、またね同じように穴を開けます。まあ、このようにね穴が開きました。はい、こちらねちょっとバリ取りをしておこうと思います。10センチですね。そしてですねこの蓋を差し込んでいきます。それではまたねこの上からナットで締めてやります。ふらつき感はね結構ありますけれど、まあひっくり返ることは多分ないと思います。ちょっとね焼肉を焼いてみようと思うんですが、まあ最初にね、言いましたけれど、まあ、いつもとね一味違ったことをしようと思います。アルミ箔でね側を覆ってやります。よいしょ、トレーですね。少し大きかったですね。そしてこれで蓋をするということですね。オーブンができるんです。はい、だからピザぐらいだったらですね、これで焼けると思います。はい。それをね、今日試してみようと思います。まずはですね、まあこの状態で火起こしから始めていきます。ちょっと、長めですけど、まあ、はい、入りそうですね。はい。入れていこうと思います。これをね。まあ、まあ、こうやって、こうですよ。ね、はい、うん、はい、うん、よく割れる。あ、飛んじゃった。今回はねもう手っ取り早くこれを使ってみようと思います。ほんとね、なんだこれ開かないね。よし、本当便利な世の中になりましたね。マッチライター不要着火剤、すごい。どうなってんの。まあ初めて使うんですけれど、よいしょ、これ割るって感じですかね。はい、1個でいいのでしょうかね。でこうやってこうですね。よっ、つきましたね。これに、大丈夫か、消えた。あ、ついてるついてる。よしよし、これで少し様子を見てみようと思います。炭の方もねだいぶいい感じになってきたんで、網をね置いて、そしてこの中には何が入るかというと、もうこれですね。これしかないでしょう。これをね、はい、入れていきます。この中でよ、こんな感じかな。で蓋をする。
朝日ゼロ。うう、いただきます。お疲れ様です。あー、こいつがちょっと、あ、いい感じで焼けてきてるね。すごい遠赤外線ですね。お、もうできたかな。よし、ピザはもうちょっと待とう。そろそろできてるかな。お、よいしょ。お、できてる。あ、焦げてるわ。すごい。ちょっとこの上に置いてと。これ今10センチですけど、5センチぐらいだったらもっと早くできてるかもしれないですね。はい、今回はですね、せんべい缶を、バーベキューコンロにしてみました。で、まあね、一工夫して、下にねオーブンの要素を取り入れてみました。まあ肉はね、網の上の肉はしっかり焼けてました。普通にね、いつもと変わらず美味しくいただきました。で、まあピザの方ですけどね、上出来ですね。はい、これもしかしたらピザが焼けたということはですね、ひょっとすればグラタンもいけるんではないかなと、はい、思いますね。まあこういうものをね、一つ作って、笑いを取るというかね、みんなと楽しくねワイワイしながらやるのもねありかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。